境界建築に見えるボールトボールトとは、アーチを平行に押し出した形状を特徴とする、天井様式及び、建築構造の総称である。日本語では、急流と訳される。ボールトは、アーチ断面を水平に押し出したものである。広い空間を柱の数を少なく支えることができる。アーチ同様、小さな部材同士の圧縮軸力で構造が成り立つ、性質を持つからである。 引っ張り強度の小さい石材などで構成するのに適した構造の一つである。また、アーチ断面を回転させたものをドームと呼ぶ。ボールとの形状はローマ帝国で発展した。その後の中世から近世までの基本的な建築様式に大きな影響を与え、特に中世のキリスト教教会の建築に多用された。 イスラーム建築においても、モスクなどの建築に採用される E1 と呼ばれる空間にトンネル状のボールトが採用されている。筒型ボールと筒型ボールとは、ボールとの最も単純な形態で、半円や先頭アーチを水平方向に連続する。交差ボールと交差ボールとは、同一形状の筒型ボールとを二つ直行させた形状を特徴とする。力学的には、 ボールとの応力と荷重を四隅の点で支えることができるので、筒型ボールとに比べて広い天井下空間を実現できる。リブボールとリブボールとは横断アーチとその対角線のアーチをリブとし、その隙間をセルによって覆うボールと、交差ボールとの両線をリブで補強した形状とも言える。天井部分の軽量化が可能で、高機ロマネスク建築において使用が認められるが、 特に、ゴシック建築において決定的な空間の特徴の一つとなった。リブによって分けられる、セルの数によって、4分ボールと6分ボールとと呼ばれる、形態があるほか、リブを星型にした星型ボールと、菱型の網目を構成する、網状ボールとがある。グロスター大聖堂の回廊線形ボールとは、イギリスの垂直式ゴシック建築また、 ゴシックリバイバル建築の特色である。ケンブリッジ大学にあるキングスカレッジチャペルは世界最大級の扇型ボルトである。チャペルの扇型ボルトは1512年から1515 15年までのわずか3年でジョン・アステルによって作られた。グロスター大聖堂の回廊も実施例である。ありがとうございます。